韓国チェジュに勤務する海軍の兵士が新型コロナウイルス感染が確認されたのに続き、陸軍と空軍でも感染者が発生。韓国軍が非常事態状況となっている。21日、ただし北道などによると、ソツボ軍中に特殊任務旅団所属の31歳の兵士が前日夜、 新型コロナウイルス検査で陽性反応と確認された。この兵士は休暇を利用し、テグで新天地協会に通う恋人と会っていたことが分かった。これとともに、ただし南には流の空軍部隊に派遣されていた空軍兵士も21日深夜、新型コロナウイルス感染が分かった。さらに、 これを前に知恵寿島に勤務中の20代の海軍兵士も休暇のため去る12日、故郷のテグを訪問した後、19日より咳などの症状が出始め、20日に陽性と診断された。